どうもメリッサです。今回はタイムスリップ第3弾が登場となったので、こちらのガチャを30連引いていきたいと思います。大方の予想通りタイムスリップ第3弾の選手たちが登場となったんですが、しっかりとね第3弾らしく豪華な選手たちが登場してくれました。リアタイでもね使えるよという選手多数でございますので、今回ね30連で狙いの方を引き当てていければいいなと思っております。今回もねガチャに入る前にリアタイ的コメントを12球団の選手1人ずつしていきたいと思いますので、ぜひともね動画を最後までよろしくお願いします。それではねまずヤクルト池山さんから見ていきたいと思います。今回アーティストの選手が3人登場となってるんですが、その中の1人池山選手でございます。早速ショートの最強格の選手ですね。ミート75、パワー80、走力73で弾道アーティストと表ステータスはもう言うことありません。ショートとして最高ですね。池山さんのいいところは守備がいいんですよね。適正74で裏ストもね BBB ということで安定感抜群でございます。特殊能力もね超アーティスト、チャンス、さよなら男と、悪くない特殊能力してるんですよね。まあ高額打法がないにしても超アーチ、チャンスでミートパワー上げることができますので、ショート強い選手持ってないよという方は超おすすめの選手でございます。続きまして新登場、阪神エグサ選手でございます。このエグサ選手球種がね面白い球種してまして、これツーシーム A なんですよね。このツーシームがなんつーだろう、まっすらなのか普通のね斜めに落ちるツーシーム A なのか、大野雄大選手のようなツーシーム、それだったらめちゃくちゃ強いと思いますし、フォークもねしっかり変化量4あるので、阪神純正のね中継ぎエースとなるんじゃないかなと思います。しかもね特殊能力にタイピンチがあるということで、まあ、ストレートがないのがちょっと惜しいんですけど、12球団でも使える選手だと思いますので、当たった方はねぜひ使ってみてください。続きまして巨人小久保選手、小久保選手、巨人では初登場ですね。弾道アーティストでミート80、パワー81と、いや素晴らしい、ミートパワー A でございます。もう打ちにくいわけがないよね。で守備もまあまあ安定してますね。サードが65、補給 C、 スローイング D、 肩 D と、プロスピ的に決してうまいとは言えないんですけど、守備に尽くすのは十分な能力してるんじゃないかなと思います。特殊能力はね超アーチ、存在感、逆境と、ホークスの、小久保さんに特殊能力も似てますね。サードはね激戦区となってるんですけど、ミートパワー A アーティスト、このね小久保選手が打ちづらいわけないので、当たった方はねぜひ使ってみてください。続きまして広島丸選手、いや広島丸選手ここで来るかといった感じなんですけど、能力はねまあ皆さんご存知の通りかなと思います。能力はね皆さんのご存知の通りかなと思います。ミート A80、 パワー A83 とめちゃくちゃ高い。守備は特殊でプラス2してあげれば A になるので、守備範囲はめちゃくちゃ広いですね。しかも積極守備なんでスライディングもたくさんしてくれます。で超高額打法、パワーヒッター、選球眼、いやもうミートパワーがっつり上がる。この丸選手が、まあ、最高傑作と言っても差し支えないぐらい強いんで、この広島丸選手欲しいですね。はい、続きまして中日ドラゴンズ中村紀弘選手、いやーのりさん中日できましたね。しかもね結構強いっすね。今回3人目のアーティストでございます。ミート76、パワー77で守備もね結構うまいんですよ。特殊でサード B、ファーストも C あって補給も高いと、これはもうねあの近鉄ののりさんに匹敵するんじゃないかってぐらい守備がうまいんで、ここはねプラスポイントですね。超高額打法、アーティスト、固め打ちということで、高額打法の発動率が 60% なんで、しかもねミートパワープラス5されるんで、これはめちゃくちゃ強いですね。近鉄ののりさん持ってないよという方でも、この中日ののりさん十分強い選手でございます。バファローズ版持ってるんで何とも言えないんですけど、まあ一応狙いの一人ですね。続きまして横浜ベイスターズ内川選手、内川選手もねタイムスリップの常連なんですけど、圧倒的ミート、ミート88でございます。中弾道パワー71というのがちょっときついんですけど、まあロマンはありますよね。内川選手の特徴は適性が多いことなんですよね。セカンド、レフト、ライト、センター、ファーストとどこでもできて、超アベレージヒッター、固め打ち、チャンスと、リアタイでめちゃくちゃ強いよというわけではないんですけど、まあ内川選手昔の A ランクたくさん持ってるよという方たくさんいらっしゃると思いますので、僕もね内川選手極めに持ってるんで、当たったら継承してもいいかなと思ってます。続きましてオリックス金子千尋選手、いや予想的中ですね。金子選手第3弾で来てくれました、ありがとうコナミさん。ってことで能力は、一昨年のものと変わっております。球威83、制球77、スタミナ81とオール A すら狙える能力でございます。球種はね驚異の11球種、詳しくは動画を見てほしいんですけど、まあなんてったって2種のスプリットですよね。これはリアル軌道でも強い球種となってますし、ランク戦でも使える球種となってます。で抑え適性あるというのも、評価が高いポイントですね。いやタイピンチしっかり持ってるんでね、はい、金子選手リアタイ向きの先発投手でございます。続きましてロッテ大谷選手、大谷選手もねまあまあ面白い能力してるんですよ。球威77、制
制球79に、ツーシームが表なんですよね。ツーシーム B しっかり曲がって、ストレート、スライダー、カットボール、シュート、フォーク、カーブ、チェンジアップ、スライダーと、いった感じで、まあ、中継ぎなんですよ。でタイピンチもしっかり持ってるんで、特殊能力はもう素晴らしいですね。コントロール、キレ、タイピンチ、ある程度ねリアタイで戦える能力をしてるんじゃないかなと思います。続きまして楽天牧田選手。牧田選手もね、プロスミの、ね、初期から登場してる選手なんですけど、打撃ステータスはオール B と、中段動がちょっときついんですよね。まあ、守備は上手いだけにちょっと残念だなっていった感じなんですけど、守備はめちゃくちゃ上手いです。レフト B もねなかなか貴重なんで、最近始めたばっかでレフト B の選手持ってないよという方は、守備なんかでね使ってあげるとめっちゃ活躍してくれると思います。特殊能力はチャンス20丸、レーザービーム、逆境と、いや癖がありますね。チャンス20丸が発動するとミートパワー A ぐらいになるんですけど、まあそれでもね中段動が若干きついかなと思ってます。続きましてソフトバンク杉内選手。杉内選手もステータスがめちゃくちゃ高い、ただし、リアタイ向きではないかなと思います。やっぱ球種なんですよね。ストレート、スライダー、ドロップカーブ、サークルチェンジ、カットボール、純正のソフトバンク純正の先発ローテーションにはワンチャン入るかなってぐらいなんですけど、それでもね無理して獲得する必要はないんじゃないかなと思います。特殊能力もね奪三振、伸び、球持ちとそれほど強くないんで、まあ、ちょっとね惜しいとこではあるんですけど、リアタイ向きのピッチャーとは、お世辞にも言えないかなと思います。続きまして高橋慎二選手。いやーいい、渋いとこついていけますね。パワー77、高弾道、キャッチャーとしてはね結構打ちやすいんじゃないかなと思います。特殊能力もねチャンス20丸、パワーヒッター、満塁男ということで、チャンス20丸発動すれば余裕でミートパワー A 超えて、パワーヒッター発動しようもんならねパワー S になるんで、いや普通にねこれ極みにできるのであれば、キャッチャーとして置くの全然ありなんじゃないかなと思います。A ランクがねなかなか集めづらいというところあると思うんですけど、いやちょっとね当たったらワンチャン使ってみようかなと思ってるんですけど、まあどうすかね。はい、でラスト、守備は華麗なロッケンロール、辻選手でございます。いや辻選手といえばなんて言ったって守備なんですけど、弾道が低弾道、ミートがね、A やって81でございます。で守備がね素晴らしい、補給 S で適正86なんで、もうこれはね文句ないですね。肩の53もまあまあ許せる数値なんで、守備要員としてもね素晴らしい能力をしてるんじゃないかなと思います。特殊能力は粘り打ち、守備職人、アベレージヒッターと、まあパワー不足は否めないかなと思うんですけど、まあ辻選手をリアタイで生かしていくなら、守備かなと、思ってます。はい、さあってことで、豪華な3段を引いていきたいと思うんですけど、30連で狙い引きたいですね。狙いをね改めて確認しておきますと、ヤクルト池山さんで、エグサさんもいいかな、エグサさんも使ってみたいで、国母さんも使ってみたいで、丸さんはねもう欲しいね、でノリさんも欲しい、内川さんも極みでいけます。で、金中ももちろんマストで欲しい。オリックス純正のために。で、大谷さんはね、ちょっとね、入るわけないかな。で、牧田さんも杉内さんもきついでしょ。高橋慎二さんも、って感じかな。で、辻さんも、って感じなんで、セリーグの選手と、金子千尋選手って感じですかね。左の7選手が当たってくれたら非常に嬉しいって感じかな。このガチャではターニングポイントのイベントボーナスがつくんで、ここね、30連の間で S ランクを何枚いけるかというのも非常に重要。ちなみに S ランクが出たらタイムスリップの確率 50% でございます。ってことで10連目いいよ次。いやー楽しみ。いやー金子千尋選手予想通り来てくれましたね。もう予想通り、まあなんかね来てくれる感じがしたんすよ。ここでねさらに30連で金中引けたら、まあこれ以上の話はないんですけど、まあランキングもね走るんでね。おー伊沢選手、のりさんの A ランクとか欲しいな。ワンチャン中日版と2体持ちしてもいいかなって思ってるんですけど。大城選手34枚目、オッケー、のり選手素晴らしい。中日版ののり選手獲得できなくても、オリックスののり選手のスピ解放だったりに使いたいと思ってるんで、これ嬉しいっすね。さあ20連目の方引いていきたいと思います。これはあれか、30連目でのりさんが出る伏線ですかね。はい、ってことで、まあ、累計もね今日やるんで終わらせるんで、累計でねどういう引きができるかっていうのも勝負、まあ、実質ね30連と累計で2枚2回勝負できるんで、いやリアタイで強い選手欲しいな。いやこれ30連目かな勝負は。いやいい引きしたい、ここここマジでね、ここでいい引きするために今まで運貯めてきたから。さあ10枚目、うわーのりさん2枚目、えぐこれ。いやーこれはね悪くない、偏るならノリさんが良かったんで。ってことで自チームバファローズなんで、確定演出が来たら金子千尋選手確定でございます。いやお願いします、もうなんならノリさんでもいいよ。オッケー、調子くん絶好調。さあ青木光って2枚引き、いやーないかなー2枚引き、
2番目に欲しいの誰だろうな。2番目丸さんかな。使うならやっぱ丸さんが、あと池山さんもちょっとね欲しいなって思うんですけど、A ランクどんぐらい持ってたかな池山さん。今回ね A ランク持ってる選手あんまいないんで個人的に。丸さん、ノリさん、池山さんかな。そこら辺がめちゃくちゃ欲しいです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。うわー、ノリさんエグい。